フェルナンド・デ・ノローニャは、ブラジルのペルナンブーコ州に属する大西洋上の、島々、およびその首都の名前である。首都フェルナンド・デ・ノローニャ島を中心に20の、火山島などの島々からなる。面積、約26平方キロメートル、人口約1200人。首都、ブラジリアや旧首都、リオデジャネイロおよび、同国最大都市であるサンパウロと時差があり、首都よりも1時間早い。 人口は約3500人。首都であるフェルナンド・デ・ノローニャ島の大部分と周辺の島々及び海域はフェルナンド・デ・ノローニャ国立海洋公園として国立公園になっている。これと近隣のロカス干渉を中心とするロカス干渉海洋生物保護区は2001年にブラジルの大西洋上の島々フェルナンド・デ・ノローニャ諸島とロカス干渉の保護区群として 世界遺産リストに登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。